Stop what doing and listen. はいってことでですね今日のビデオは張り切って海外行くぞーって思って準備したらあれもこれも入れすぎて気づいたらカバンが重すぎるだけど何を減らしたらいいか分からないっていう時のために25歳までに15カ国行ったミニマリストバックパッカーの私がちょっと待って実は海外旅行に持っていかなくていいもの8000を紹介していきたいと思います。 ぜひこのビデオを参考にしていただいて、軽くて快適で楽しい旅を送っていただければと思うので、ぜひ最後まで見てください。ってことで早速本題に参ります。はい、ってことで早速実はいらないもの一つ目、こちらです。パッキングキューブ。 で、これは何でかっていうと、ま、あ最初は、わーい、旅行だ、旅行だ、みたいな感じで、綺麗に詰めるじゃないですか。でもなんかやっぱり旅行してたら、毎回毎回そんなに綺麗に詰め直せるとも限らないし、何より私が一番これ不便だなって思う瞬間は、ま、あ綺麗な服を取っていくじゃないですか。で、じゃあ着たら、着たやつを綺麗な服と一緒にまた戻したくないじゃないですか。ってなると、その、 着た分の抜いたスペースのここが余ってくるってなるとめちゃくちゃスペースの無駄になると思うんですよね結局じゃあ汚い服入れる用のパッキングキューブもう一個持ってけばいいじゃんって思うかもしれないんですけど例えば一週間の旅行だとして三日目四日目って 半々ぐらいの埋まり具合になるわけじゃないですか。で、いや、その半分のスペースどうするのっていう感じになるので、パッキングキューブって実はスペースの節約どころかスペースのなんか邪魔になるんじゃないかなっていつも思ってます。で私はその代わりに風呂敷で代用してます。風呂敷はなんだろう、日本に昔から存在するすごい日本の美しい文化だと思うし、こういう感じに畳めば、 なんととですねちょっとコンビニ袋みたいになるのでコンビニとかちょっと行きたいって時とかもこうやって持ってけばなんかすごいエコなんじゃないかなって思います。これとかを海外で使ってたら This is our culture, this is good for our environment because we don't have to use plastic とか言って会話とか弾むかもしれないから風呂敷はぜひおすすめです。で2つ目いらないものは折りたたみ傘です。 で、なんでかっていうと、日本人ってめちゃくちゃ傘さすんですけど、海外何,何カ国か行ったことある人気づくと思うんですけど、日本人ほど傘さす国、人、人口が存在する国ってあんまないんですよ。私も結構いろんな国に行ったり、実際に住んだこともあるんですけど、大体みんななんかフードとかでやり過ごすとか、まあ、レインコートをひどいときは着るとか、あとはそんな感じですね。そもそもなんか濡れるみたいな、濡れても気にしないみたいな感じの。 テンションで生きている人が多いので、傘は本当にいらないかなと思います。なので、やっぱり雨にちょっと濡れたくないよとか、冬に行くから風邪ひきたくないよって時は、レインコートを100均とかで買って持っていくのがいいんじゃないかなって思います。しかも傘重いから、やっぱりねな、ないに越したことはないと思います。まあ、こに入ればこに従えって感じで、現地の人が濡れても気にしないみたいな感じだったら、自分も <laughs> 気にしないっていう、そのなんかね。現地の 感じを楽しむのも旅行の醍醐味なので。はい。ということで、傘、実はいらないもの、第2、二つ目でした。実はあれ、いらないもの、3つ目。日数分の洋服。例えば、じゃあまあ、3泊4日です、4泊5日ですってなると、じゃあ5着用意しよう、プラスパジャマで6着、6着 ?6 着とかってなるかもしれないんですけど、そんなにいりません。私は本当に長い滞在とかでも、だいたい普段着を 2 3セットプラス、もし滞在がめっちゃ長くて運動とかする予定があったら、まあ、運動着でパジャマみたいな感じなんですけど運動着とパジャマはなんだろう使い回せるみたいな動きやすくて運動もできるし寝るときも全然そのなんかその快適で不快じゃないみたいなやつを持っていくようにしてますなるべく汎用性が高かったり着回しが効くものできればパジャマとかも含めてを持っていくのがいいんじゃないかなと思います洗濯 洗濯,を使洗濯機を活用するとかも全然ありだと思います。で洗濯機とか、まあ、お金かかるかもしれないけど結局荷物持ってきすぎてその預け荷物に払うお金がかさむぐらいなら洗濯現地で回した方が安いし軽いし掃除して私はいいんじゃないかなって思います。はい。で次4つ目ですね。こちらです。私これ自分で以前の動画でこれ役立ちますとか言っちゃったんですけど2ヶ月ぐらい、1ヶ月半かインドネシアで過ごして 冷静に考えたら別にこれ、もちろん便利なんだけど、なくてもいいなってことに気づきました。ちなみにこれ無印で買ったんですけど、まあ、確かに開けて、なんかどっかにかけれるとかはめっちゃいいって思ったんですけど、なんか別にそんなかけるシチュエーションなかったんですよね、1ヶ月半。ずっといろんなとこに泊まったんですけど。って思ったら、 この便利な分、やっぱり作りがめっちゃしっかりしてるから、これ超場所取るなって思ったので、次からこれはなしでいこうと思いますで。その代わりに私が洗面用具系入れるのに使ってるものなんですけど、こちらのスタッシャーになります。ちょっと使い古しすぎて若干黄ばんでるんですけど、これはシリコンでできてて、まあなんかジップロックとかでこういうの代用してもいいんですけど、なんか私はやっぱりプラスチックとかできるだけ出したくないなって思って、だからあの圧縮袋の代わりに風呂敷とかもお洋服のちょっと。 あのいいとこに戻るんですけど使ってたりするので私は何回も何回も使えるスタッシャーを使ってますなんでまあビニール袋よりちょっとはかさばっちゃうと思うんですけどまあここはね自分が何が一番なんだろう心地よく旅ができるかってとこで私は地球関係をなるべく汚さない方を選びましたシリコンなんでもちろん中も濡れないし全然なんかえこれで全然まかなえてますはい5つ目 Wi-Fi ですね なんか海外行くならやっぱりデータとかが失敗あデータとかが心配でポケット Wi-Fi 持っていく人もいるんですけどポケット Wi-Fi ってやっぱりその Wi-Fi も充電しないといけなかったりもちろん Wi-Fi 持ち歩くってことだからそれだけで荷物になるので絶対いらないと思います。で、私がいつも使ってる方法としてはこのアプリを使って現地でほぼ世界中どこでも対応しているので現地の空港で の Wi-Fi につなげてそこで SIM eSIM をを購入してて、e、使ってますこれをすることでいちいち SIM を出さなくていいから SIM ピンとかもいらないし出した SIM どこに置いとこうとか SIM ってちっちゃいから壊れないようになくさないようにっていう心配とかも一気になくなって本当にアプリ起動するだけで簡単な設定で現地のデータにアクセスできてしまうのでこのアプリとってもとってもおすすめです下にあの招待コードを貼ってあるのでもしよかったら使ってください私が本当に喜びます ということで、次、ちょっと何個目だったかわかんなくなっちゃったんですけど、実はいらないもの。はい。7個目かな日本食です。なんか、日本が恋しくなった時のために、みたいな感じで持ってきたくなるんですけど、例えば、1年、2年とかの留学だったり、長期滞在、駐在とかだったら、全然持って行ってはいいと思うんですけど、基本的にいらないと思います。なんかやっぱ旅行行ったら、私は結構、ご 食べ物めっちゃ好きだから、現地の食べ物とか楽しみたいし、そもそも旅行って多分、まあ、週、長くても2週間とかだと思うから、2週間ぐらいならそんなに恋しくならないと思います。なんか現地にいるときは現地のもの楽しんだりとか、逆にいろいろ目新しくてめっちゃ食べちゃうから、お腹いっぱいで日本食なんて入らないっていう状況とかも全然起きると思うので、もし迷ったら置いてっていいと思います。なんか次は、はい。 ネックピローです。なんか飛行機とかで寝れるようにってネックピローを持っていく人いると思うんですけど、私個人的にネックピローもアイマスクもイヤブラグとかも何にもなしで爆睡できるタイプなので、私は個人的にネックピローはいつも持っていかないです。で、もしもどうしても必要だよって人は、例えば自分の持ってく予定のなんだろうセーターとかパーカーとか、ちょっと分厚いやつを首に巻いて、ここをヘアゴムで止めてちょっとネックピローみたいにちょっと首締まらないようにだけ気をつけて、代用するとか、 いいいと思います。まあどうしても欲しいよっていうかどうしてもそれがないと寝れないっていう人は全然いいと思うんですけど旅行するとめっちゃ疲れてて寝たりとか逆に行きのフライトだったらその前日ちょっとオールとかして <laughs> でもなんかめちゃくちゃ眠くてどういう状況であろうと寝れるみたいな状況に自分の体を追い込んどくとか、まあ、これはみんなにおすすめできるかどうかちょっとわかんないんですけど私はそうやっていつも飛行機で爆睡をかましています。 でも、なんか、よくその国際線乗るから、みんなのこと見るんですけど、結局、乗客の2割とかじゃないですか、ネックピロー使ってるのって、今度見てみたらわかる、えっと、国際線乗った時に見てみたらわかると思うんですけど、意外と使ってる人少ないんですよね。だから、うん、まあ、これは個人の意見なんですけど、いらないんじゃないかなって思います。ラストですね、ドライヤーです。 なんか自分のその持ってるドライヤーに対するこだわりが相当強くない限り別にいらないと思います。なんか私結構ホステルとかドミトリーに泊まることも多いですけど、それでもドライヤーあったりするので、それか予約するときに絶対にドライヤーがあるとこに泊まるとかですね、ホテル行ったらほぼ確実にあるし、なのでドライヤーいりません。なんかその持っていくものみたいなところのリストをいろいろ調べてたときにドライヤーもちょこちょこ入ってたので、これもつけてみましたって感じですかね。 でも逆に持ってったら絶対いいものみたいな私も載せてるので他の動画でとか、もうそれそっちもぜひぜひ見てもらえたら嬉しいです。